ごいリアルだなって思いました。自分を励ましてくれるような、わわかるわって、哀愁が迫り来る作品だと思います。物語がリンクして驚きも感動も2倍です。大学生っていうと結構キラキラしたイメージ、その裏側にある苦悩とか、日常生活ではみんなに周りに見せれない顔とか感情が描かれてるなと思います。ストーリー的に暗い場面があったんですけど、割と最終的には前を向かせてくれるようなお話なので、辛いことって自分だけじゃないんだなみたいな感じで思わされました。なんか言葉のリズム感みたいなのがすごく独特で、ね、すごく学生の頃のなんか鈍いこう青さみたいなことを思い出しました。将来への不安って部分が一番リアルだったかなっていう、やっぱ大学生だったら誰もが経験することなのかなっていう部分でリアルだなと思いました。人生の息苦しさという等身大の表現に、自分だけじゃないんだ、また明日も生きてみようと思える作品です。今生きづらいと感じている人にこそぜひ手に取ってもらいたいです。